はい、それでは、よく卵を使いましてね、卵黄と卵白分けて、ほとんど卵黄を使うんですけども、卵白たくさん余るんですね。なのでフランスでは以前にやってウフラネージュっていう卵白だけで作るデザートだとか、あとは我々卵白はコンソメを澄ますときに、今日これからオーブンに入れるんですけどね、もう始まったばっかりで、お待ちなさい、だんだん気が短くなって、誰かみたいです。卵白がたくさん余るので、その卵白の、ウフラネージュやりましたし、今日はその卵白だけを使って、基本的な、メレンゲ、フランス語ではムレンゲって言います。ムレンゲ、日本ではメレンゲっていうね、よく駄菓子屋さんというか、パリなんかだと本当このでかいメレンゲ大好き、皆さんね、こう、おつまみっていうか午後の、フランス人はもうメレンゲ大好きです。その、卵白を使った、基本的な、メレンゲを作ります。皆さん見てください、この2つしか、2つですよね、分量の卵白と、僕の友達の、天才糖ね、天然でございます、北海道産でございます。それでは、もう分量はこれしかないので、とにかくメレンゲっていうぐらいですから、このね、すぐバーってやるとこう粘ついてるので、少しこうちょっとこう傾けてね、すごいですよね、やっぱりフランス人っていうのはもうかなわないっていうか、このね、たくさん卵白が余るので、このグラニュー糖と違いましてね、てんさい糖はちょっと重いので、ちょっと先に卵白だけを立ててあげてね。でポイントは立てる前によく冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると立ちやすいです。はい、まだ3羽はいきません。まず、ね、皆さんよく今は電気を使うと思うんですが、もう全然電気使っても大丈夫なんですよ。ただ我々古い料理人はこうやってそういうのがなかった時代、僕らの時代はもうなかった時間なの。はい、皆さん立ってきました。じゃあそろそろまず3分の1の、半分か、半分のてんさい糖を入れます。これもうすぐ立っちゃうでしょ。で普通のメレンゲは皆さんね、白いんですけども、このてんさい糖を入れると色がつきます。でもオーガニックっぽくて僕はすごくいいと思います、風味とか味も。さあ分量の最後の天才と入れて、さあ3杯いきますよ。最後は、はい、皆さん3杯です。はい、フニッシュです。はい、見てくださいね、角が立ちました。よいしょ、角が立ちましたら、よいしょ、
絞り袋に、よいしょ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 、はい、あの鉄板に、あの下にちょっとあのずれるので滑り止めで、そしてよいしょ、こうすると滑りませんので、そして絞っていきます。でこの次はこの中間に最後まで持ってないんだ。よいしょ。はい、これで100度で1時間メレンゲを焼き上げます、ね、ちょっと低温ですけどもね。はい、はい、お食べ、もうピッピピッピお食べね。ちょっと低温で、100度で60分いきます。はい、じゃあ1時間、まあ1時間入れるのでもうカラッカラになります。軽く、それが出来上がりです。もうあのまあ1時間とも完全にね、この小さいのですから完全に火が通りますけど、まあカリッカリカラッカラが目安です。1時間待ってください。100度で1時間ね、長かったですね。5、4、3、2、1、もう絶妙な、さあ1時間どうしよう皆さん、じゃじゃじゃん、おっと見てください、はい、綺麗にそのまそのまんま、そのまんま東です、そのまんまでございます。はい、ちょうどあの粗熱を取って10分ぐらいですかね。これすぐはちょっとあの柔らかいので抜けませんけど、こうやって粗熱を取っていただくと、もうなんか絞ったまんまなんですね。絞ったまんまのメレンゲです。よくあの毎週メレンゲの気持ちはすかさず見ております。僕はあの前メレンゲの気持ち何度か出演したことあるんですよ。これでもおかしいでしょ。ですからメレンゲの気持ちがよくわかります。これあの角が立ってるので角を折らないように抜けてください。
はい、出来上がりです。はい、それではなんかとんがっててとんがりコーンみたいですね。うと、まあ、これこれで可愛いかなみたいな。ではいただきます。もう本当に軽いです。なんかもう持ってないみたい。うん、あ、もう口の中に入れたらすぐ溶けちゃいます。もうなんかうまい。やっぱりあの、天才糖ですかね。やっぱりこうかあの香りが良くて、すごくこうただのメレンゲ、本当メレンゲの気持ち、になります。で今日はですね、特別に紅茶、特別の紅茶なんですけど、あの僕はもう30年以上前から、この紅茶を使ってまして、この周りがあの金色になるという、非常にあの世界もいつもあの品評あの世界ナンバーワンになるんです。このインドのダージリン、地方というところで、作ってる、あの 100% オーガニックのお紅茶なんです。これあの、そのあのインドのあの摘み取りのね、おばあさんたち、おばちゃんたちがこうやって手作りでこういう袋を、皆さん見てください。これ全部手作りなんですよ。こういう袋をあの、ね、手作りで作って、ここにあのそのダージリンが入っています。三国マスカテルという、世界最高峰の完全オーガニックのお紅茶をこれ販売してるんですけども、この袋を、買っていただくと、これがすぐその彼女らの募金活動にも、なるんです。ちょっとあのうちのウグイス嬢から、ダージリンの、説明をちょっとしてください。どうぞ。ダージリン魔界狩り茶園は、自然との調和を理念に30年以上にわたり、化学肥料や農薬を一切使わず、シュタイナーのバイオダイナミック農法による茶栽培を行っています。そしてこの袋の、これはミラーワーク布袋、インドのグジャラート州に古くから伝わる伝統技術のミラーワーク刺繍を駆したインドの女性による手作りのものです。砂漠が広がるグジャラート州では、昔から女性たちは太陽に反射するミラーワークで自分の位置を示してきました。パリコレでも取り上げられ、世界のファッション界から注目された。紅茶を飲み終えた後も小物入れとして末永くお使いいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。うちの、ソムリエールの声でした、ね、こういうもう30年前から、この魔界針のお紅茶を、販売しておりますし、あの実際四ツ谷でも、サービスしております。ぜひあの四ツ谷の、 あのキャフェで販売しておりますので、すごい なんていうんですか、あのボランティアも含めて、お買い求めいただければという、本当にこれは僕自画自賛じゃないですけど、僕もいろんなメレンゲ食べてますけど、こんな美味しいメレンゲはないです。ダブルグーです。どうぞ、簡単でございますので、トライしてみてください。